朝起きてから寝るまで、皆さんは暮らしと電気がどう関わっているのか考えたことがありますか？現代社会の生活では、様々な電気・電化製品が使われています。今や私たちの暮らしは電気がなくてはならないものになっています。電気がどう作られているか改めて見てみましょう。これは今日本の電気がどのような方法で作られているのかを示したグラフです。一日の中でもいろいろな電源を組み合わせて電気を利用しています。日本で作られる電気のおよそ 60% を賄っているのが火力発電です。皆さん、火力発電の燃料は石油と思っていませんか？今は石油に代わり液化天然ガスと石炭が主力です。石油は火力で作る発電量の 10% くらいです。火力発電は燃料を燃やして水を沸騰させて蒸気を作り、その圧力を利用してタービンを回して電気を作ります。夜間の水を沸騰させると蒸気の力で羽根車が回ります。それと原理は同じです。火力発電の良いところは、電気の使われ方によって発電量を調整して電気を作れることです。弱点は、地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素を出す。石油や天然ガスなどは世界中で必要としている資源なので価格が不安定、燃料の輸送にお金がかかることなどです。発電量のおよそ 9% を賄っているのが水力発電です。山あいの谷の地形を利用してダムを作り、水をためて高いところから落とし、その力を利用して水車を回して電気を作ります。この大量の水をもっと有効に使おうと、昼間上の池から下の池に水を落として電気を作り、電気の使用量が少ない夜中に余った電気を使って水を再び上の池に汲み上げ、繰り返して水を使う揚水式の発電所も活躍しています。水力発電の良いところは、水車を回すエネルギーが水なので燃料費がかからない。山の多い日本の地形に適している。規模の小さい発電所は無人で運転できることなどです。弱点は、雨が降らず水がたまらないと発電できないなど天候に左右される。ダムの底に上流から流れ込んだ土砂がたまると貯水量が大幅に減ってしまう。山の中などの自然を切り開いて作るので、環境に影響を与えてしまうことなどがあります。電気の3分の1を賄っているのが原子力発電です。1966年に日本で原子力発電の第1号機が動き出してから、55基の発電所によって電気が作り出されています。これは原子力発電の燃料ペレットです。ウランを加工して作られています。この小さなペレット1個で、平均的な家庭1軒のおよそ8ヶ月分の電気を作ることができます。原子力発電は火力発電と同じように蒸気の力でタービンを回しますが、燃料にウランを使います。石炭や石油のように燃やすのではなく、原子炉の中でウランを核分裂させて、その時に出る熱で蒸気を作ります。原子力発電の良いところは、わずかな燃料で安定して大量の電気を作ることができます。また使い終わった燃料をリサイクルしてまた利用できる。
運転の時二酸化炭素を出さないことなどです。しかし原子力発電所の廃棄物には放射線が放出されているものもあるので管理を厳重にする必要があります。発電所で作られる電気は貯めておくことはできません。私たちのもとに電気を切らさないように届けるために発電所ではたくさんの人たちがいろいろな場所で働いています。また自然のエネルギーを利用した発電が進められています。それは太陽光や風力、地熱など自然の力を利用して電気を作ることで燃料費がかからない環境に優しいエネルギーです。しかし自然条件に左右され安定して電気を作るのが難しいことなどの課題があります。私たちの暮らしが便利になるにつれて電気の使用量は増え続けています。エネルギー資源の乏しい日本では電気を安定して使えるように一つのエネルギー源に頼るのではなくいくつかのエネルギーをバランスよく組み合わせて電気を作ることが大切です。私たちも日頃から省エネルギーを心がけ電気を大切に使うことは貴重な資源を未来に残すことになるのです。